油断するな。幻の地陸行ったら帰って来れないわよ。補給は受け取った。油断するな。奴らについていけ。星の時空行ったら帰って来れないわよ。発起流は受け取った。補給は受け取った。しばらく戦い以外の地上場所ない。やつらについていけ。続け。幻物の時空行ったら帰って来れないわよ。補給は受け取った。潜入する。奴らについていけ。了解。奴らについていけ。移動する。失礼。行くぞ。幻の時空行ったら帰って来れないわよ。移動する。やつらについていけ。必要がない。そこだ。奴らについていけ。静かに。来なさい。補給用は受けてくれた。奴らについてみて。行く。奴らについてみて。了解。必要がない。幻の時空行ったら帰って来れないわよ。拾ったらわよ。奴らについていけ。これが最後の骨格なのね。
丈夫、私は平気。体が通路となったら今エネルギーの転送が終わると、君はただの抜け殻となる。それでも平気だと言えるのか。たとえこのブラックゲートの核を手に入れても、浄化するのにどのくらいの生命力が必要だと思う？浄化化すれば確実に死ぬぞ。生きたくないのか？そうなら骨格を一つ壊せ。壊さないと全骨格のエネルギーが転送され、もう後戻りできなくなるぞ。お前に迷っている時間は残されていない。奇跡を起こす骨格で世界を救うのか、それとも世界を捨ててアントニネーガを救うのか、お前が選べ。隊長、ありがとう。なぜそうした？たとえこの世界がブラックゲートに飲み込まれても、それは終わり。この世界が滅んだだとしても、私にはお前ら二人の命を助けられるんだぞ。なのになぜ彼女ではなくこの腐敗した世界を救うんだ？確かにそう言った。しかしなぜだ？認めんぞ。お前がこの世の選択をするはずがない。私が選んだお前はこんな人間ではないはず。お前は優しく他人を思いやれる人間だ。目の前の大切な人を捨てられるはずがない。彼女のために全てを投げ出すのが正しい選択肢だろう。なのにどうして、どうしてこんな世界を選んだ？まさか彼女のために世界を選んだのか？そうか。何もあってても彼女の願いを実現させるつもりだな。たとえその願いが彼女を殺すことのみになってても、答えを変えられる気にはならないのか？お前がやっていることは気だらかいことなのか、愚かなことなのか、私にはわからない。まあいい、お前がそう決めたのなら叶えてやろう。しかし、きっと後悔するから。